皆さんこんにちは、スルウェイです。こうやって動画を撮るのもまただいぶ久しぶりのことになりますね。まあご覧の通りですけれど、ギルドの方もですね、少しずつ大きくなってきました。つい最近ですね、まあギルイベが行われてですね、その時にまたレベルの方も一つ上がりまして、まあ、現在38という環境の中で、まあ、自分のギルドの方で活動しております。まあ、店員もまあ昨日そうなったんですけれども、メンバー数もマックスを迎えましてですね、まあ、今は C ランク半ばなので43人までとなっていますけれども、まあ初めてまあ満員迎えたものでですね、まあそれだけ多くの方がまあ加入してくれたことに対して私も心から嬉しく思っています。まだまだ発展途上のまあ大きさのギルドではありますけれども、今後の活動としましてさらに大きくしていきたいと思っています。まあ、ちょっと紹介文の方も以前書いていた内容をまあ変更させてですね、まあご覧の通りの内容になっていますけれども、まあまたそのメンバー数に空きができ次第私から勧誘をしたり、まあそうですね、申請が続いていたら、まあそういった方を受け入れていったりとしながらですね、まあギルドの方をまあ維持していきたいと思いますので、まあ、今後縁がありましたらよろしくお願いします。そして今回動画をまあ撮ることとしたことなんですけれども、まあ、今行われているイベントで、あのぷよぷよテトリス2との今コラボイベントの真っ最中なんですよね。まあ、ぷよくえとこのぷよぷよテトリス2のコラボということで、まあ、以前も、まあ、こちらに復刻ガチャがありますけれども、まあ、以前もこのぷよぷよテトリス1の方でコラボは過去にあったようですね。私はちょっとその頃まだぷよくえを遊んでいなかったので詳しくは分かりませんけれども、図鑑の方を見る限りこういうキャラクターがまあ、過去に登場したことがあるよということはまあ一応調べていました。このようにまた復刻という形で再入手できる機会をいただくことができてですね、とても嬉しく思っています。そして今回のぷよぷよテトリス2、まあ1の方とはまたまあデザインも若干変わったキャラクターもいると思うんですけれども、ああそうか、こちらには出てないのか。まあこのぷよぷよテトリス2のバージョンのキャラクターが、まあ、20体そこらまあいるんですけれども、まあその運が良かったらそういったキャラクターがカードとして手に入りますよという、まあ、そういうガチャですね。でこちらの方に今マールさんと、私ちょっとぷよぷよテトリス詳しくないのでですね、名前があれなんですけど、スクエアスさんか、マールさんとスクエアスさんが今、まあ、出ていたと思うんですけれども、まあ、ぷよぷよテトリス2からの新規キャラということでですね、まあ、この2人のキャラクターもカードとして登場するようになっています。そしてまあこの2人のコストを見てみる限りですね、まあ、コストが48ということで、まあ、フェスカード扱いになっているわけです。そして今回のイベントでも、まあ、今回のイベントでもですね、金貨がより多く手に入ったりと、まあ、得点も、まあ、他の
キャラクターも出てくるんですけれども、その中でもまあ特典に今ちょっと色をつけたような感じの内容になっています。でまあ今トレジャーイベントとしてですね、まあこのイベントも過去に2回行われていまして、まあそれぞれまあイベントの種類も異なってくるんですけれども、今回はこのプヨテッド2とのコラボということで、まあ鉄塔ゴークルー見つけたいという、まあ、イベントが行われています。まあ、これを撮影している現在は12月13日なのでですね、まあ、16日いっぱいまでということで、結構まだ期間があるような感じです。まあご覧の通りですね、実際に試しに遊びに行ってみたんですけれども、過去にも2回行われていたことは先ほどもお話しした通りです。まあそんな中でですね、まあいろいろ問題点としては課題も過去にたくさんあったんですよ。銀貨が手に入りにくかったりとかですね、まあ他にもまあ周回プレイが必要なのはまあどのイベントでもまあそんな感じですから、まあそこはまあ致し方ないとしましてもですね、まあその中でも銀貨が手に入りにくいということがまあ問題視されていましてですね、今回ちょっと地図集めの方を進めていった感じ、まあこちらの方でもまあ集めやすくなりましたし、激辛難易度で1回まあ遊んでみたところ800枚ぐらい手に入るようになっていましたね。銀貨については問題なく遊べているような感じです。ちょっと金貨の方が集めにくくなっていますけどね、まあ、こちらはまあ出来高制で手に入れるような感じになっていきます。この甘口と辛口と激辛を繰り返して遊んでいくことで金貨を得ることができます。地図では回収することができないのでですね、まあ、これはまあ皆さんの出来高次第で集めていくということになっていきますね。そして報酬交換所へという項目があるのでクリックしてみますと、まあちょっと半ば手に入れたような状態になっていますけれども、まあご覧の通りのラインナップになっています。まあ乙姫セリリーさんについては私は星7まで上げ切ってますので、このワイルドストーンという、まあ、最近ちょっと変化があってですね、このワイルドストーンをぷよぴーショップの方でですね、あのぷよぴーと交換してもらうという、まあ、そういうサービスが新しくできたんですね。それの機能をちょっと試してみようと思ってですね、乙姫セリリさんのこのワイルドストーンを試しに購入して、ぷよポイントに持っていってぷよぴー換算してもらったところ、まあフェスカードはまあ一律で1500ポイントとまあ交換してもらうことができました。まあ丸々5000ではないということですね。私は最初5000ポイントと交換してもらえると思っていたのでですね、実際には1500ポイントです。まあ、そしてまあ下に行くとワイルドさんの40だったり、ワイルドさん30だったり、まあ一応30も購入したんですよね。リーチのかかってるキャラクターがいたの。でまあ秘伝書、そしてまああとはまあこういう強化素材ですね。まあ、私はちょっと月ぷよ、三日月ぷよは結構使うんですよ。強化の調整を入れるときにですね、結構使ったりするので、まあ、銀貨も、まあ、今ご覧になってもらって分かる通り、1万を超えたり、まあ、していますのでですね、その余った分をこのように使ったりもしています。実際には50枚まで交換できます。まあ、こういう強化素材についても結構ですね、強化にしろ、まあ、序盤の星が2から3に上がったり、3から4に上がるときに必要となる
ことありますから、買っておいて損はないかなと、選択肢の一つにまあ加えても問題ないかなという、そんな感じがしてますね。そして今回の目玉カードとして T&O さんのカードが手に入ります。まあこれを全部買うことでですね、ポイントをまあ消費して買うことで星7の内容まで上げることができるのでですね、まあ、皆さんもぜひとも星7まで上げてみてくださいね。ワイルド効果があったりして何かと便利なカードなので。そして確定チケット、まあこれはまあ大半の人が狙っていると思いますけれどもね、まあ、まだ持っていないカードがあってこのカードが欲しいというのがあったらですね、まあ、そういうちょっとまあ欲みたいなものが働くっていうことがあったら、ぜひともこういうのも買っていきたいかなというところです。そして素材として、まあいちごにアスパラ、ナスビが最大300個、泥棒バナナは15個、達人トリュフは10個。この中でも達人トリュフは注目すべき項目でですね、ワイルドさんとか、まあ先ほど紹介しましたチケットにも並ぶくらいに、まあ優先度合いとしては高い部類のカード、カードじゃない、優先度合いとしては高いアイテムになりますね。トリュフっていうのはですね、あのトコトンの塔とか、あとはあのタワーマルチとか、そういう特別なゲームの景品として出てくることはあるんですけれども、結構入手困難なアイテムなんですよね。一回まあそれも遊んでしまうと リセットされるまでの間手に入らないという、そういうアイテムです。このようにまあクエストの報酬として出てくることが まず滅多にない。まあ、この謎立てクエストについてはまあ例外として最大10本までもらうことができるのでですね、まあ、10個もう全部、まあ、これを全部10個当てても私は損はないです。さあ、すみません。私はこれを10個購入しても損はないと思いますし、まあ野菜スキルにしましても、まあ、野菜特訓で盾を、あの属性盾をつけるにしましても結構使ったりしますからね、まあ、持っておいて損はないアイテムだと思います。途中で育成が止まっているキャラクターで大抵はまあそういう盾だったりスキルだったりで止まってたりすることが多いんです。なのでですね、一応取っておくことを私は強くお勧めします。このイベントでしか手に入らないので、他のイベントでは達人トリュフは景品に並ばないです。さてまあこんな感じで、まあ景品の方まで紹介していた感じなんですけれども、まあ実際にどういうゲームなのかというのは触れてみるまでわからないのでですね、まあ今回ちょっと試しに、まあ遊んでみるところまで行ってみようと思います。まあこのようにちょっと画面の配置も変わってですね、以前はこの特訓のところに特攻っていうのがあったんですけれども、まあ、アビリティっていうのもなかったのですね。アビリティのところが特攻。このアビリティのところに特攻ってあったんですけれども、ちょっと位置が変わりまして、キャラクターの真横のところに移動しました。まあ、こういう今イベントが行われていて、そのイベントの間に、デッキの1番から9番までの枠の中にキャラクターを当てはめておくと、まあ、このように金貨の獲得数が追加でいただけますよという、そういうシステム。まあ実際にはですね、今回スクエアさんとマルさんがですね、そのガチャの内容の中でもまあ優先度合いとしては、まあ、有力候補としてまあ結構あるんですけれども、まあ実際にはマルさんの方が使いやすいかなというのがあります。ただ私はちょっとマールさんを当てることができなかったので、それに近しいリーダースキルを持つキャラクターを今回あのサポートキャラに選んで、まあ、攻略しています。まあ、他の方からマールさん借りたりもしていたんですけれども、ね、まあ、そればかりでもいけないかなということですね。
まあ、スクエアさんも使っていたんですけれどね、あの前消しに成功した時にプリズムボールを3つぐらいなんか作ってくれるっていうのは実にありがたい効果なんですけれども、謎立てクエにおいてはそのプリズムボールにしなくとも、あの盾が取り外された状態であれば、あのダメージが1万ちょっと超えるような感じのダメージであっても、あの敵を簡単に撃墜させることができるのでですね、あのプリズムボールにするまでのこともしなくていいんじゃないかなっていうぐらいの感じです。でも特攻はつきますからね、やっぱり優先度合いとしてはまあサポートに選ぶというのも選択肢の一つと思います。まあ、私の場合はですね、まあ、ちょっとキャラクターの、まあ、加入してくれた人の名前も出てます。私はまあここに、まあ、キャラクターとしてキラ星のレムレさん出てます。まあ、リーダースキル見てみると、後半の2行なんですけど、9個以上の同時消しでネクストプヨをランダムで2個チャンスプヨに変えるというものがあってですね、まあ、9個以上消したら、まあ、常にまあこのチャンスプヨを2つ作ってくれると、まあ、何かと大連鎖チャンスとか今回お題として多いのでですね、結構頻繁に出てくるので、まあ、こういう条件さえ満たせばチャンスプヨに変えるというカードは何気にあの強みにもなってくる。実際にマールさんのスキルもこんな感じなんです。ただ私は当てることができなかったので、キラ星のレムレスさん、まあ、自前のキャラクターを使ってまあイベントに参加しているような感じ。まあちょっと長話も過ぎましたのでですね、まあ、遊んでいきたいと思います。一応一見するとあの初代シリーズとかそういうキャラクターに見えるかもしれませんけれども、今デッキに組んでるのはプヨーテッド2のバージョンのキャラクターになります。まあ、ちょっとモデルチェンジ版という風に考えてもらっていいですかね。で今このように地図が現れていて、この使用数っていうところがあると思うんです。まあ、地図を最初に集めて、その地図のまあクエスト、まあ、地図の数に応じた内容でこの難易度を選んでいくような感じです。もちろんこの地図の数が多いほど金貨と銀貨の、まあ、ゲット数の方も大きく影響していきますので、私は300で挑むことにします。あとこの地図については次回へ持ち越しなどはできません。できればどんだけいいかというのはありますけれど、まあ、早速遊んでいきたいと思います。9個以上、まあ、キラ星のレムレスさん入れてるので、プヨを同時に9個以上消すっていうのが、まあ、狙いになってきますね。まあ、今、お題に出てる通り、青プヨを合計10個消すのと、緑プヨを合計10個消す。まあ、この2つの条件を満たしたときに、初めて相手に攻撃が貫通しますよと、そういう内容です。この盾が外れる前に攻撃を与えてもダメージは1しか相手に与えることはできません。まあ私はまあ9個以上なので消しますね。青も消えます。でこれでネクストプヨが2つ、緑、まあ今回緑と青ですね、点滅してますね。まあこんな感じのスキルの、スキルは使用不可ですけど、リーダースキルの方は普通に発動しますからね。まあ9号狙いたいですけど、なかなか狙えるときと狙えないときがありますからね。まあこの辺りは私のもう、まあ、腕がまあまあ私の腕によるところもありますから、まあご容赦くださいます。こうきた、また厄介なところに作ってきた。まずは消さないといけませんね。まあ今一つクリアしましたね。ちょっと条件の方も変わりましたけど、邪魔プヨをあと2つ消したらクリアですね。
まあこれはまあこれここを消せば2つ消えますから、このまま消したら色関係ないですからね。9個さえ消せればスキルの効果は普通に発動します。まあ、今回登場したマールさんもこんな感じのネクストブヨをチャンスブヨに変えるスキルを持っていますのでですね、まあステージによってはこのスキルは大いに活躍してくれるんです。大連鎖課題にですね、お題にあの大連鎖の絡む内容のものがやたらと出てくるんです。今回のイベント前回そこまでなかったんですけど、今回なぜかそのそういうミッションが多いんです。なのでですね、違うか、まあ、よくわからないかこういう時は私はとにかく消すことだけ考えます。どこだったんだろうな。今度はああ今はですね、表示されてますけど、このようになんかヒントみたいなものが最近出るようになったんです。まあ私はあんまりこういうのは使わないんですけれども、もういざ迷った時はまあこういう、まあこういう選択肢の方もまあ考慮に入れるっていうふうにはしてますかね。そのまま消したりはしないですけども、まあヒントになるのであれば、ね、現状少しでも打開したいですからね私。8個か、もう1つ消せれば、あ、消えた、うん、まだよくわからないもんね、違うと思いますよね、絶対違うよね。ライデンサチアンさん相変わらず苦手ですよ。問題によりますね。なので大連鎖チャンスで全消しに成功するっていうのも問題次第なんですよね。これが解けるか解けないかはもう問題によって決まってくると言っても過言ではないぐらい。まあなんだかんだ言ってまあ結構順調には進んでますね。まあ今回は、ね、まあ詰まるときは結構詰まるんですよこれで。なかなか思うようにいかないことの方が多いんですから、まあそれでいいでしょうね。これはようやくわかる問題が出てきた。あと紫クエを1個消せばクリアですね。周りに消せるのが、あ、行くわ。いや、これ消せないもんな。大連鎖チャンス狙うにもあれです。ここ。あ、甘、まあ、い。次のターンが。あ、紫。紫ならもうこれでいけますね。あ、敵のターンが今1ターンになってますけれども、この、敵のターンが0になったらですね、即死攻撃を2体に使ってくるんです。まあ完全にランダムなんですけどね、対象は。なのでまあリーダーが狙われたり、サポートキャラが狙われたりすることも結構あります。ただ今回のイベントではですね、プヨテト2のキャラクターは一律として、あの全ての属性に倍率のかかるタイプのカードがあるというのが、得意なんですよね。仮にリーダーだったりサポートキャラが落とされても、まあ、倍率そのものはどの属性にもかかるのでですね、まあ、こういう全ての色揃えて挑むっていうような戦い方の方が私はまあこのイベントでは活かせるかなというふうに考えています。まあ、属性漏れすることがないのでですね、まあ、こういう時は多属性も強みを生かしていけるかなというふうに考えています。あとお邪魔ぷよ2つか、まあ一応消せるとこからいいですね
青もこれで来ましたね。あ、あ、また来た。これ岸型ですね。もう岸型2つあるのは数の方の岸型って覚えてます。あ、まあそのターンで決着つけるからいいですけどね。このお邪魔ぷよを消すのが今のお題だったので、たまにやるんですよ。ペンで操作してるんですけれど、綺麗になぞりきれなかったですけど、指でやるとまあ変なところ抜けてしまう。でクリアということですね。まあこういう流れで、前回まあ普通に遊んでた時は内容が変わらずに、まあクエストの内容が変わらずにですね、まあ課題でもなんでお題でもいいですけど、まあいいですけどね、まあ課題の方も変わってたんですけれども、うん、はい、ちょっと失礼しました。課題の方はですね、前回までのイベントでは変わらなかったんですよね。今回から変わるようになりました。あのクリアしたときとリタイアしたときに、まあそれを選べるようになったというふうに聞いています。まだ試したことないですけど、まあ、クリアしたときはまあ自動的に変わるんだと思いますけど、リタイアとかまあ敗北したときには、次遊ぶときになんか課題を選べるなんか機能があるみたいに聞いてます。まあこれがまあ今回の課題ですけどね。まあ、これ一番難しい難易度にすると、まあ、2通りか何通りかあるんです。これがもう切り替わっていくらしくてですね。まあ、どういう問題が来るかというのは、まあ、こういう、まあ、遊ぶたびにまあちょっと変わってくるっていう要素も新しく取り入れられて、結構これがですね、まあ、長いこと遊ぶ分にはまあモチベーションにもつながってくるかなと思います。まあ、一辺倒じゃないところがいいですね。まあ、考える、少なくとも考えようと思いますから。と、まあこんな感じのイベントです。お題が出てきて、それをクリア、それをまあ全て満たしたら、相手にまあダメージがまあ全て貫通するようになる。あとスキルを使うことができません。リーダースキルは発動できますけれども、スキルの方はもうどんなにぷよを消しても発動できないというルールがありますのでですね。なので極端な話ですけどね、極端な話、どのキャラクターを選んでもまあその盾の方をどうにか破壊することができれば、まあまっとうなダメージを与えられて進めることはできるということになりますね。さて、まあ今回はまあこの今行われているイベントの紹介動画ということで、トレジャーイベントっていうふうに書いてると思いますけど、こちらの方が正式名称、まあ私は謎立てイベントって呼んでますけど、まあそういうことでですね、今回の動画を締めさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。鶴瓶でした。出てきた。